合点です。数学3特攻ということで今日は積分編の不等式面積媒介変数編このセクションの最後の両問演習になります第5問目です媒介変数表示の関数を使った面積計算をやっていきます次回からですね計4問このセクションの過去問演習を扱っていきますので是非そちらも挑戦してみてください今日の問題はこちらですまだご自身で考えたことない方は一旦ここれ動画を止めていただいて自分で答案を作ってみてから解説の方に進んでください では解説を始めていきます今回問題文でいろいろと状況がですね日本語で書いてあるんですけれども図に書ける時っていうのは図に書いてあげて状況を整理すると頭がどんどん整理されていきます今回もまず xy 平面に問題文の状況を整理すると円がありますよとで円の中心が y 軸正の位置にあってで円状の1点この点 p ですねこれが原点にあるよとこういう円があります これが x 軸線の方向に滑らずに転がっていくことになります。そうすると各シーターだけ回転した時っていうのは点 P がここの位置ですね。この中心角シーターのところに P がやってくると。じゃあ滑らずに転がるっていうのがどういうことかというと点 P がここからここまで移動した時にこのピンクの長さが等しいつまり円が転がった分のこの弧の長さっていうのが。 ここの円の円移動距離になっていいるという条件が成り立ちますもしこれが滑って転がっていると点 P があった時にこれがそのまま滑っているとすると点 P の位置変わらないので点 P の移動距離のこの弧の長さっていうのがこの長さになるっていうことはありえないんですけれども今回滑らずに転がっているのでこういう束縛条件が成り立ちますよと。でこういった図形をいろいろ移動させて座標を求めていくっていう問題いろんなタイプがあるんですけれども。 今回はその代表的なものなんですけれども共通して言えるのは問題文に書いてある条件を式にしていくっていうことが大事になっていきますそれによって式を立ててであとは処理をしていくだけという流れになっていきますで今回求められているのは点 P の座標です θ だけ回転した時のこの今緑で塗った点 P の座標を求めようという問題なんですけれども今回分かりにくいのが円も移動してで円の中の P の位置も移動していると 円がこここからここまでで移動してで点 P っていうのはここからここまでさらに移動してますよっていう,こう2つの要素が含まれているので分かりにくいとこういう時はデカルトさんの言うとおり困難は分割用ということでそれぞれの移動に分けてあげますつまり円の中心がどこに移動したのかなので移動後の円の中心の位置プラスその点に対する点 P の位置を考えていきますで点 P の位置円の上の点 P の位置っていうのはやっぱり中心からが考えやすい円の媒介変数表示 学んだ方はわかると思いますが円の中心からの位置っていうのが求めやすいのでここは中心と中心からの位置に分けようと思いますつまりベクトルで言うと点 P の位置ベクトル原点 O に対する点 P の位置ですね1ベクトルというのは移動後のこの中心の位置ベクトルプラスそこからの点 P を表す位置のベクトルということになりますっていうことでまずは円の中心移動後の円の中心の位置ベクトルを求めに行きますそれを点 Q と置きます あとは出していく上で必要な点というのを設定していって円が回転した時に x 軸と接している点を p' と置いておきますそうするとさっき話した束縛条件から op' の長さこの線分の距離ですねここからここまでというのは ac になりますこれは理解できますかここはとても大事なんですがこれ何の長さを表しているかというとコ pp' ですねこのピンクのコの長さこれが半径かける θ ラジアンで求まるよと こコード法なんだっけっていう方は是非 OK で復習しておいてください。そうするとこの長さが求まると Q の座標っていうのが X 座標っていうのは ac だけ移動しているので ac たで y 座標っていうのはこの半径分の高さになってくるので a ということが分かります。半径 a ですね。これで中心の位置は終了。じゃあ次はベクトル Qp ですね。このベクトル中心に対する 点 P の位置を表していきますそうすると円状のある点の位置を角度で表す時というのは大介変数表示のところでやったことも多いと思いますがここがスタートでしたここを同型のスタートとしてこっからの角度で測ることが圧倒的に多かったはずですなので今回もこの点からの点 P の位置を表していきたいと思います慣れ親しんだ形に自ら持っていくという流れですそうするとまずじゃあこの点を R と置いておきます つまり日本語で書くとどう書けばいいかというと点 P'X 軸と接しているところですねここから半時計回りに90度の位置にある円状の点を R としておきますここが P' だったので R はここですねとそうすると角度の関係としてここが θ ーーだったのでこっちはここが2分の π つまり90度なので各 RQP 今回求めたい角度っていうのは2分の 3π マイナス θ になりますこれ足したら 2π で 確かに合ってますよとそうすると、ここで,ですよね。この角度を使って点 P の位置というのを表すことができます。つまり、ベクトル QP というのは半径かける c o s 今の角度、ここですね。で、y 座標というのは a sin ここの角度になります。これは cos と sin の定義からも明らかです。でそうすると、まあ、ここからの変形というのは単円上で考えてもいいですし、下方定理で展開してもいいんですが、−a sinθ−a ーー cosθ ーーとなります。で、ここが間違ってると、あと全部まで、ここが間違って間違ってしまうので、 わかりやすすすすすいでで確認することがおすすめです例えば θ イコール0だったらこの時円が転がる始めの時ですねえこの時点 p っていうのは x 座標に接している点なのでベクトル qp というのは0ス a になってほしいなということで θ イコール0を今求めたベクトル qp に代入すると確かに0ス a になってますでもう一つぐらい実験しておくと θ イコール2分の π の時確認すると点 p というのは点 q の左側に出てくるはずなので ベクトル QP というのがマイナス A0 になってほしいなということで、実際代入してみると、ベクトル QP というのはマイナス A0 になりますね。なので OK そうだなとわかります。でそので今分割してきた通り、点 P の座標というのは点 Q、円の中心、移動した後の円の中心の位置。でそこから円の上でどういう位置にあるかっていうベクトル QP。これを足したものになります。これベクトルの計算としても明らかです。で、それぞれ求めた成分代入してあげて、 整理するとこちらで求まりまりす、まあ、この時点で θ ーーにいろいろ代入してチェックしてもいいと思います。まあ、ここではさっき確認したのでここでは省略します。では過去に今点 P の x 座標と y 座標が求まりましたよとでシーターが0以上 2π 以下で動くときにこの点 P が描く曲線 c の外形を求めようという問題です。でそれぞれ x イコール点 P の x 座標 y イコール点 P の y 座標と置いておきます。でこれがもし Y f x の形で求まるのであればグラフを書くのはこれまでもやってきた通り微分が必要であれば微分をしてで y の増減を調べて外形を書けば OK です。これは微分のグラフ編のところでグラフの外形の動画で学びました。でこういう x イコールタの関数 y イコールタの関数っていう形になっていてシータを消去して。 y イコー fx の関係出すっていうのは、数学2の奇跡の分野で解いてきた問題です。ただ今回これ、シータ消去するの難しいですね。なかなか一つのシートを消去して y、y イコー fx の形には持っていけない。なのでこのまま考えていきます。これが数学2との違いになっていくんですが、このままでグラフの外形というのが実は欠けます。じゃあこれどういうふうに式を見ればいいかというと、 シーターが決まると、x と y が一つずつ決まっていきますよという、それぞれシーターの関数になっています。ですので、その中でシーターを0以上 2π 以下で動かしていくと、それぞれの点に応じて、x と y っていうのが1点ずつ決まっていきますよと。で、それがシーター0から 2π まで動かしていくと、その点が連なっていって、x、y の振る舞いが分かっていくっていう流れになります。この流れを頭に置いた上で、 用語の確認ですが、この θ のことを媒介変数とかパラメーターと呼んでいますつまり x と y の関係が直接こういうふうに求まればいいんですけれども、まあ、すっきりとこういう形にするのは難しくてこの θ をこれ x と y の媒介役になってますね中回役でこの θ によって x が決まり y が決まりでこの x と y の関係っていうのをグラフ上に整理していくことができるという流れですで y=fx の形であれば x をを動動かして y の動きを見るっていうのが必要であれば微分をしていくことで求めることができるんですが今回それはわからないのでシーターっていうこの仲介役この仲介役を動かした時に x と y がそれぞれどういう動きになるのかここの動きとここの動きをバラバラに調べてで最後にそれをグラフの上で表現するっていう流れでいきますなので今回微分するのは y を x で微分するんじゃなくて X と Y それぞれをこの仲介役である θ ーーで微分することによって θ ーーが動いた時の x と y の増減がわかりますですので dxdθdydθ を求めますこれ微分は簡単でそれぞれはこちらですので θ ーーが0以上 2π 以下の時の x と y の増減というのはこちらいわゆる増減表の行の数が増えていくんですがやってることは一緒で θ ーーがこの範囲動くよと その時に dxdθ とか dydθ っていうのがそれぞれプラスマイナスどうなるのかっていうのを調べていますそのことによって x とか y の値の増減が分かるよとでまとめたのがこちらで実は dxdθ っていうのは0より上 2π より下で常にプラスになっていますので x は増え続けるそれぞれ値を求めておきました dydθ っていうのは0から π のところではプラスでその後マイナスになります ってことは、y の値というのは θ ーーが動くにつれて上がって下がると。0から始まり 2π まで上がって0に落ち着いていきます。これで実は、グラフの外形の図紙というのができます。それが下で、こちら、まず θ0 ーーから始まってますね。θ ーーが0の時の x と y の値というのは求めていて、ここ、00から出発しますよねと。で、このあと θ が増えていくに従って、x というのはまず増えてます。で、y というのも増えてます。 これ上の表から分かります。ですので、こっち方向に行くことが分かります。じゃあ、どこで次の変化がやってくるかというと、θ イコール π の時、この時、x は πa、y は 2a なので、この点に行きますよと。これまではどんどん x も y も増え続けています。で、この後、x は増え続けるんですけれども、y というのが減っていきます。ですので、グラフというのはこっち方向に行くことになります。で、どん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 、y は減っていき、x は増えていき、最後は θ イコール 2π の時、 2×a0 というこの点に落ち着きますなので上がって下がるっていうグラフが書けますで凹凸に関しては後で調べますがここでは適当です実はこういう膨らんだ形になるのでここでは書いてますが3で面積求める上で必要なのは最初と最後以外で常に Y 軸正のところにあるということが大事になってきますで答えのチェックとしてとても大事なのはイメージと合うかどうか妥当性があるかどうかです今回この円を転がしていく時のこの点の軌跡ですよね なので、まあ、1回転した時が終了地点でそれまでに上に来ることが1回あるだろうとでこの間は確かに何かこういう形になってそうだなっていうことがわかるのであってそうだなということがわかりますしこれ MAX は確かに 2a ですよねこの円の上の位置に来た時っていうのが点 P の軌跡の最大到達地点だといえるのでこれ確かに 2a。 になってますとじゃあ移動距離っていうのはここは円1周分のはずですねカッコ1で求めた通りこの円1周分がこの移動距離になっているはずなので確かに 2πA で 2πA まで移動することになってますなので合ってそうだなと分かりますあくまでも手動は θθθ ーーーーが0から 2π まで動くことによって x と y の振る舞いが分かっていってそれをプロットしていったものがこの曲線 c の外形だよというイメージをぜひ持っておいてくださいではカッコ 3x 軸と ここのの曲線 C でで囲まれた図形の面積を求めようということいすが今求めた通り外形っていうのがなんかこういう外形になってましたよと、X、っていうのは0から始まって 2πa までいってましたで常に増え続けてたんですねこの間ではなのでこういう変な形にはなってないということですですので囲まれた図形の面積というのは、まあ、ここでこれまで面積を定積分で求めてきた通り素直なところで履識してみるとこういう履歴をしたくなります何か関数があって fx の0から 2πa まで x で積分すればいいよねとただ今回この fx っていうものがないんですよね y=fx の形に表せてないのでまあとりあえずここを y と置いてこの y とか x を θ ーーに置換していきます今回 x と y の橋渡し役っていうのは θ ーーだったので y と x それぞれを θ ーーに持っていけば θ ーーで定積分できるはずだという発想ですでここまでが立式この立式も大事でこの上の場合こういう x がですね 増え続けなないようなそういうグラフになった時っていうのはまた理式が大変になっていくので今回常に x が増えているのでこういう形で理式ができるっていうのは実はとても大事なテーマですじゃあ理式が終わるとあとはそれぞれ置換していわゆる置換積分をやっていけばいいんですが x と y っていうのはこういうふうに θ で表されていたので置換積分の3点セットですねまずは θ の動く範囲 x が0から 2πa まで動く時さっき括弧で表した増減表から θ っていうのは0から 2πa まで動きます で、dx っていうのは a1 マイナス cosθ、dθ cos。で、あとはこの y ですね。中身を変えればよくて、それはこれ代入すれば OK なので、丸1の定積分っていうのはこちらになります。じゃあ、あとは処理ですね。ゴリゴリと計算していくと、まず定数を前に出し、中身は1マイナス 2cosθ プラス cos2θ cos。で、前2つっていうのは簡単に積分できるので、この後ろの cos2 っていうのを半角の公式で実数作業しますよと。 えそしたら全部次以下にになって簡単に定積分できますで。今回ありがたいのが 2π とか0とか代入したらこの sin の項が全部0になるのでえここだけが生き残ってきて 3πa2 乗と求まります。まだこの数学3特攻では体積扱ってないですけれどもこの囲まれた図形を x 軸周りに1回転させてできる立体の体積求めようっていう問題もちょいちょい出てくるのでえ興味のある方は是非 計算してみてみくださいでは今回おまけがあるのでおまけを調べますこのグラフの凹凸を調べようという問題ですグラフの凹凸を調べたければ y の2回微分ですね y の x での2回微分を考えればよかったこれは微分法のところで解説をしてきましたテロップで動画の番号は出しておこうと思いますじゃあこれもさっきみたいに x の θ での2回微分と y の θ での2回微分出せばいけるんじゃないかって思う方ももちろんいると思います ですけども、増減表を書こうとしてもらったらわかると思うんですが、ここからだと判断が難しいです。例えば、x のシーターでの2回微分っていうのがプラスで、d x d シーターもプラスだったとします。この時、x っていうのは、いわゆるこれまでの凹凸の問題だと増えまくるっていう、こういう動きをすることがわかります。で、同じ区間で、例えば y の2回微分がプラスで、y の1回微分が マイナスだったとしますそうすると y っていうのは減ってはいるけれども減る速度っていうのが緩やかになっているということなので y というのはこういう動きをするはずなんですね。じゃあこの2つが分かった時にこの θ ーーの区間で xy というのがどういう動きをするかこれをグラフに表すことができますかっていう話なんですね。これ結構難しくてさっきみたいに増えるか減るかの話だけだったらこのグラフ上であ次はこっちに行くねというイメージが分かったんですけれども今回こういう 2回微分の情報、それぞれのシーターでの2回微分の情報っていうのが分かったところで、これをグラフに落としていくのが難しいと。凹凸がどうなっているのか調べるのが難しいということで、この作戦ではなくて、も直接 y の x での2回微分っていうのを求めに行きます。で、この件に関しては後で数式で補足をします。なぜこの2つで考えるとうまくいかないかっていう理由を理解する助けになると思うので、後半も見てみてください。で、今回はまず問題を解きます。この y の x での2回微分、求めたいんですが、 これは要するに dydx をもう1回 x で微分することになりますですのでまずは dydx を求めにいくとそうすると dydx 媒介変数表示の同関数の公式があってそれぞれを θ で微分したものの割り算でかけるよっていう公式がありますこれ後で証明をしますただイメージとして大事なのはこの1回微分っていうのは分数のように扱うことができるっていうことですこれ dθ 消去っていう表現は正しくないですけれども消去すると元に戻りますよね なのでそういういいいイメージをを持っておくと思い出ししやすいですすでで補足をしますでそれぞれこれ計算していて代入するとこちらになります。a を消去すればこの形が出てくると。じゃあこれをもう一回 x で微分するってどういうことかというと今回 x というのが θ の関数で表されています。なので θ と x が結びついてるんですね。ですので今回 θ の関数で出てきたものを x で微分せよって言われたらこれは合成関数の微分でまずは θ で微分をする。 で、その θ というのを x で微分したものをかけるというのが合成関数の微分でした。で、前半に関しては、ゴリゴリ、これ θ で微分すればいいので、計算すればよくて、後半は θ を x で微分するのは難しい。なぜかというと、x イコール fθ の形だからと。ですけれども、dx、dθ を求めるのは簡単です。ですので、これ逆関数の同関数の公式で、dθ、dx っていうのは dxdθ 分の1として計算することができますこの証明も後で紹介しますここではこの事実を使うことにしてじゃあそうするとそれぞれまずは θ で微分これは小の微分公式ですね間違えた方は計算し直してみてくださいで後ろっていうのが dxdθ っていうのが a1-cosθ だったのでこれ分の1でこれ綺麗にしていくと cos2 乗プラス sin2 乗が1とか使っていくと結構綺麗な形になってこちらになります でここでは θ っていうのが0から 2π までで考えます θ が0とか 2π だと、まあ、そもそもこの時点で分母が0になってしまうので都合が悪いので、まあ、0から 2π の間で考えているとしますでその範囲でこの分数ですねここがプラスになるので全体としてはマイナスつまり y の x での2回微分っていうのが負になるっていうことが分かりましたなのでグラフというのはさっき外形を書いた通り上に膨らんでるっていうことが分かります 用語の話だけしておくとこういう点の軌跡円の1点がその円が転がった時に描く軌跡をサイクロイドと言います、まあ、数学3のこの範囲だとなんとかロイドってたくさん出てくるんですけれどもその中でも一番標準的な曲線がサイクロイドになります、まあ、今回の問題でいろいろなテーマを扱ってますがぜひ全部マスターして応用できるようにですね考え方を身につけてみてくださいじゃあ最後に補足をしますさっき媒介変数表示の関数の同関数の公式とか あと逆関数の同関数の公式とかやりましたけれどもそれに関する補足をしますまず勘違いしやすい点として dy dx はこういう分数のように計算していいよっていう話をさっきしました証明は下でやるんですが大事なのはこの2回微分の方これはそれぞれを y と x に分解して y のシータでの2回微分を x ののシーターでで部分で割ればいいいっていうことは成り立ちません。これは分数のようにして扱っちゃダメっていうことですね。ここよく勘違いしてしまうのでぜひ気をつけてください。で今日もやる方はぜひこのこれを計算してみてほしいんですけれどもこれ全然違う値になってしまいますのであ確かに成り立たないなっていうことが理解できるんじゃないかなと思います。じゃあなぜこっちが成り立たないかっていうのはこの上の分数にして扱っていいよと言ったこの dydx の公式の証明を理解すると ななんだとといいうことが理解できると思いますじゃあ証明ですが dydx というのを y の x の同関数ですけれども合成関数の微分でまず y を θ で微分しますでそうすると θ を x で微分したものっていうのをかけないといけないよこれが合成関数の微分でしたでこの証明合成関数の微分の証明自体はここでは扱わないので OK でぜひこれも復習しておいてください大事な性質ですでこの右側の dθdx というのを逆関数の微分 これこの次に証明しますが逆関数の微分公式使うとこちらとなって dxdθ 分の1とかけるので確かにこれは dxdθ 分の dydθ になりますねということで納得ができると思いますじゃあ同じようにして2回微分の方も分数にできるのかなと思ってやってみるとこれは dydx のもう1回 x で微分したものですよねとこれはこの2回微分の意味ですねそうすると dydx というものは dydθ dxdθ と表せますよっていうのは OK なんですけれどもこの後ですよね。dx で微分するところをじゃあ例えばこれをまた合成関数の微分で θ ーーで微分をしてで最後に θ を x で微分したものを掛け算すればよかろうとなるんですけれどもこここれって小の微分になります。なので形がもっとぐちゃっとなりますよね。興味のある方はぜひこの微分をですねやってみてほしいんですが、まあ、確かに この形にはならなさそうだなっていうことが理解できると思います。ぜひ考えてみてください。じゃあ最後にまだ残ってるのがこれですよね。逆関数の微分公式。これを証明すれば、じゃあそれが成り立てば確かにこの証明というのも完結していい感じになるので、最後にそれをやります。で、これはまず逆関数を持つことが前提になっています。x イコール fθ、今回 x イコール fθ の形でしたが、この逆関数を x イコール f インバース θ。 と置きます、まあ、これはその考えている区間で逆関数が存在することっていうのが前提になってきますでそうすると逆関数の定義逆関数って何だっけっていう方はこれも是非 OK で復習しておいてほしいんですがこれ正確に理解してる人は少ないと思いますでこの定義からシー θ=fx になるとこの逆関数の式がですねでこの式を両辺シーーで微分すると左辺は1で右辺は これまた合成関数の微分が登場してまずは fx を x で微分するかけることの x を θ で微分したものをくっつければいいよとそうすると今回 fx っていうのが θ なので fx の x での微分っていうのは θ を x で微分していることになるよって dθ dx かける dx dθ っていうことがわかりますよって dx dθ が考えている範囲で0にならないっていう前提のもとでこれで割ってあげると示した意識が示されます これで証明完了じゃあ今回の問題 fθ っていうのは ac-sinθ だったのでこれ逆関数持ってたのかっていうのを確認すると0から 2π まで両端含まないこの範囲では x っていうのは常に増え続けてました。dxdθ っていうのが常にプラスだったので x 増え続けてましたね。そうだっけっていう方はぜひ括弧2を確認してみてほしいんですが x 競技単調増加だったので競技単調増加ということは y を1つ決めると x も1つ決まるはずだと。 なので逆関数が存在します。よって、この証明の前提ですね、逆関数の同関数の公式を使う上での前提条件っていうのは満たされていて、カッコさんのように、答案の中でこの公式使ってよかったんだねっていう話になります。この媒介変数表示の関数の同関数とか、逆関数の同関数とか、公式としては使えるけれども、なんかしっくりきてないっていう方も多いと思います。で、なんかモヤモヤしてると、こういう2回微分の時に、あれ分数計算としてやっていいんだっけとか、迷うことが、 たくくさん出てくると思うのでまずはぜひですねこの基本部分証明部分から自分の頭で理解できるまで考えてみてからこういう問題に移ってもらえるとどんどん自分で考えて解いていけると思います分からなくて解説読んだ時も納得感っていうのがすごく高まると思うのでまずはぜひぜひじっくり一度考えてみるっていう経験を大事にしてみてくださいはいかがだったでしょうか今回はいわゆるサイクロイドというものを題材にしてまずは媒介変数表示を求めてくださいねと で、外形を表してくださいね、それを使って面積を表してくださいねっていう、まあ、いわゆる王道のパターンを解説していったんですけれども数学さんのこの媒介変数表示のところではサイクロイドだけじゃなくていろんな曲線が登場するのででも流れとしては結局似ているのでこの1問で考え方を理解していろんな問題にアプローチしていってほしいなと思います是非おまけも大事にしてみてくださいでは次回から過去問演習4問扱っていきますまずは、 大阪大学2020年理系第4問のこちらの問題になります。面積の問題です。このセクションの過去問4問ですね、結構ハードです。その中でも一番軽いものを選んだつもりではあるんですが、ぜひチャレンジをしてみてください。それで次回の動画を見てみてもらえたらと思います。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。